クリアルジエンターテインメントは、インドの映画制作会社。プリルナ・アローラとアルジュニ・エヌカ・プールが設立した会社であり、社名は、バガバト・ギーターのクリシュナとアルジュナから採用されている。2016年に、最初の作品、ルストムの裁判を制作し、これ以降、トイレ、イーク・プレム型、パッドマン5億人の女性を救った男、パリを制作している。2018年12月、 クリアルジエンターテインメント代表のプリルナーローラが逮捕された。報道によると、彼女は映画の制作費を着服して、スニール・シェッティの不動産会社から8000万ルピーのバンガローを購入し、さらに総額2億9400万ルピーのブランド品などを購入したとされている。また、ファニー・カーンの制作に際して、バッシュバグナーニのプージャーエンターテインメントに、 独占的配給権を売却して1億ルピーを受け取っていたが、同作の制作会社 P シリーズは、クリアルジエンターテインメントに配給権を売却する権限がなかったことを明言している。この他に、ジョン・エイブラハムの JA エンターテインメントなど、複数の制作会社との間でトラブルを起こして、訴訟問題に発展している。ありがとうございます。